こんにちは、藤井ビック唐木です。今回はオーディオ専門店藤井ビックが厳選した最新ワイヤレスヘッドホン8機種をご紹介します。まず一つ目にご紹介するのはフランスのオーディオブランドフォーカルのワイヤレスヘッドホンバティスです。フォーカルは1979年に創業のオーディオブランドで、100万円を超える高級スピーカーや当店でも人気の高級有線ヘッドホンユートピア SG などを製造しているメーカーです。そんなフォーカルの作るワイヤレスヘッドホンバティスをご紹介します。まずはカラーとデザインです。カラーはまずメタリックグレーと、今年4月にリューンというカラーが新しく追加されました。こちらのデザインですが、フォーカルの有線ヘッドホンと同じように洗練された高級感あふれる上品なデザインです。街中でこれ見かけたら思わず目を奪われてしまいますね。そんな高級感のあるデザインとなっております。ワイヤレスヘッドホンとは思えないですね。おすすめポイントその2、 24bit 192kHz 対応の USB ダック機能を内蔵しており、付属の USB ケーブルでスマートフォンや PC に接続すれば配列音源の再生が可能です。おすすめポイントその3、専用アプリフォーカルネームをインストールすればイコライザーの変更やアクティブノイズキャンセル機能をソフト、サイレント、トランスペアレント、トランスペアレントというのは外音取り込み機能のことです。この3種類で切り替えが可能となっております。おすすめポイントその4、対応コーデックは LDAC と AptX Adaptive にも対応しています。ワイヤレスでもフォーカルの上品な高音質サウンドを楽しむことができます。おすすめポイントその5、自社製 M 字型のアルミマグネシウムドーム振動板を用いた 40mm という大口径のドライバーを搭載しています。音源を忠実に再現し、さらに透明感にあふれ的確かつダイナミックなサウンドを表現しております。そんなバティスの音質についてですが、フラット傾向のサウンドで解像度は高く、サウンドステージも広いです。有線ヘッドホンのようなサウンドクオリティでワイヤレスでも音質にこだわりたいという方にぴったりなモデルとなっています。フォーカルバティスは2024年9月27日時点で 123,750円となっています。10万円を超えるかなり高いワイヤレスヘッドホンですけれども、そのクオリティはかなり高いので、ぜひ店頭でご視聴ください。2機種目にご紹介するのはイギリスの老舗オーディオブランド B&W のフラッグシップワイヤレスヘッドホン PX8 です。おすすめポイントその1、なんといってもデザインですね。とてもシンプルなデザインではあるんですけれども、使用する素材には徹底されたこだわりがあります。軽さが特徴のアルミニウムダイキャストのアーム構造、ダイヤモンドカットによるブライトエッジが施された楕円形のロゴプレート、低反発素材を採用したイヤークッション、イヤーパッド、ヘッドバンドには肌触りが柔らかく質感の高いナッパレザーが採用されています。音だけでなくデザインも楽しめるのがさすが B&W ですね。次に気になるカラー展開ですけれども、今ご用意しているのはこちらのブラックですが、その他にもタン、ロイヤルバーガンディの3色展開でしたが、今年の9月20日にダークフォレストという新しいカラーが追加されました。ハイエンドモデルでここまで4色展開というのはなかなかないので、とても嬉しいですね。自分好みのカラーで楽しむことができます。おすすめポイントその2、 USB ダック機能搭載で 48kHz 24bit の音源を再生することができます。ワイヤレスでも有線でも高音質再生が可能ですので、ぜひお試しください。本格的に音楽を楽しみたい方も、手軽にワイヤレスで楽しみたいという方にもおすすめできるとてもいい機種です。おすすめポイントその3、ノイズキャンセリング用にマイクを4つ、通話用にマイクを2つ搭載しており、快適な環境作りはもちろんのこと、性能面でも高いクオリティを発揮します。おすすめポイントその4、対応コーデックは高音質低遅延、音届けに対する接続性能を兼ね備えた AptX Adaptive にも対応しています。全てにこだわった PX8 の音質ですが、高解像度であることはもちろんのこと、それだけでなく各楽器の表現力が高く、アタック感がしっかりと感じられるベースが楽曲を引き締めて、ノリよく楽しく聴くことができます。B&W PX8 は2024年9月27日時点で 97,830円となっています。こちらもかなり高額ですけれども、満足度の高いヘッドホンとなっておりますので、ぜひご検討ください。3つ目にご紹介するのは国内ブランドソニーのワイヤレスヘッドホン WH-1000X M5 です。こちらです。おすすめポイントその1、専用設計 30mm のドライバーユニットを搭載しています。全モデル WH-1000X M4 では 40mm だったんですけれども、なんと縮小したんですよね。なんですけれども、音質としてはワイヤレスヘッドホンとは思えないクオリティで、とてもおすすめです。
小さくなってもここまで鳴らせるのはさすがソニーさんですね。こだわり抜かれた素材を使っています。おすすめポイントその2、イヤーパッドには長時間の視聴でも疲れにくいソフトフィットレザーを採用しています。耳に押さえつけられるような圧迫感が少なく、とても装着感は快適でした。ヘッドバンド部にかかる負担というのも少なくて、長時間の視聴でも首や肩が凝る心配はなさそうです。おすすめポイントその3、ヘッドホンの外側と内側に左右4つずつ合計8つのマイクを搭載しています。これにより使用性能が向上し、ノイズキャンセル機能が全モデルよりも向上しました。音質にも進化されていて、ノイズキャンセリングの性能も進化していて、 CX マーク4と比べるとかなり進化しておりますので、ぜひお手に取ってご使用ください。おすすめポイントその4、ノイズキャンセル機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化するオート NC オプティマイザーを搭載。自分に合った快適な環境で音楽を楽しめるのは嬉しいですね。最後に音質についてですが、先ほど 40mm から 30mm に小さくなったという話をしましたけれども、沈み込むようなベースと透明感の高いボーカル、伸びやかな声域と低位感の良さが特徴で、ソニーらしい質実剛健なワイヤレスヘッドホンになっています。 WH-CX Mark5、2024年9月27日時点で5万9400円となっています。装着感だけでなく、ノイズキャンセリング性能、あと音質もかなり CX Mark IV よりも進化していますので、ぜひご使用ください。4つ目にご紹介するのは、ドイツの総合音響機器メーカーゼンハイザーの販売するモメンタム4ワイヤレスです。おすすめポイントその1、アクティブノイズキャンセリング用のマイクをヘッドホンの内側と外側に4つ搭載しています。ノイキャンのマイクとは別に、通話用のマイクを左右2つずつで計4つ搭載しているので、クリアな通話が可能です。ノイズキャンセリングの性能だけでなく、通話性能も良くなっているので、外での環境ではもちろん通話もしっかりとすることができますので、ぜひお試しください。おすすめポイントその2、タッチコントロール機能搭載で直感的な操作が可能です。 R 側のハウジングをこうタッチするだけで、再生、停止、曲戻し、曲送り、音量調整ができます。片手でさっと調整できるのはとても便利ですね。スマートフォンいちいち出さなくても、ヘッドホン本体で操作することが可能となっています。おすすめポイントその3、なんといっても長時間再生が可能なところですね。連続再生時間はノイズキャンセリングをオンにした状態でなんと60時間再生できます。さらに5分の充電で4時間再生が可能になる急速充電や、電源が入っていなくても使用できる有線接続モードなどの機能があります。5分で4時間も再生できれば、朝忙しい時、出勤前の時間にちょっと支度してる時にさっとつなぐだけで4時間持たせることができるので、とても便利ですね。最後に音質についてですが、さすがゼンハイザーさんらしいサウンドクオリティで、低音から高音までしっかりとカラーに鳴らしてくれる優等生サウンドです。前後感の表現力も非常に高く感じ、他ゼンハイザー製品と近い音質になっていますので、ワイヤレスだからといって音質が下がるということはないです。モメンタム4ワイヤレスは2024年9月27日時点で 49,401 円となっています。5万円を切ってくるとちょっと購入の候補にも上がってきますが、まあそれでもちょっと高くは感じますよね。ただノイキャンの性能と通話の性能、あと音質性能にとってもおすすめできる製品ですので、ぜひご視聴ください。5つ目にご紹介するのはマーシャルのヘッドホンです。マーシャルとしては4年ぶりの新作ワイヤレスヘッドホンなんですけれども、モデルがメジャー5です。おすすめポイントその1、なんといっても超ロングバッテリー、もう他のワイヤレスヘッドホンもかなり長時間再生可能なんですけれども、メジャー5なんと全モデル80時間に対し100時間も再生することができます。100時間も持てばもうしばらく充電しなくてもずっと使えるのが安心できますよね。ロングバッテリーの製品を探している方には真っ先におすすめしたい製品です。おすすめポイントその2、40mm のダイナミックドライバーを搭載しており、ドゥッドゥッというアタック感が強めのベースラインと高域のきらびやかさが感じられます。いわゆる若干ドンシャリ傾向で、いろんな音楽と合わせることができますので、ちょっとこだわったヘッドホン欲しいなという方にはぴったりのヘッドホンです。さらにロックと相性抜群なので、ロック好きにはたまらないです。おすすめポイントその3、なんといってもデザインですね。このデザイン、今まで紹介したヘッドホンもかなりデザインはこだわり抜かれた洗練されたデザインだったんですけれども、なんとヘッドホンのヘッドバンドとハージング部にチボ革が採用されています。耳の上に乗せて使うオンイヤー型のヘッドホンタイプではありますが、イヤーパッドがかなりふかふかなんですよね。これだけ厚みがあります。触るとわかるんですけども、かなりふかふかです。
これにより圧迫感が少なくて長時間の視聴でも使えます。つけ心地がいいのはとてもおすすめポイントですね。ぜひ店頭でつけてみてください。おすすめポイントその4、上下左右にスライドできるボタンで一時停止、曲送り、曲戻しができます。このワイヤレスヘッドホンも同じようにスライドするとかで操作できますけれども、こちらは物理ボタンとなっているので押し間違い等がなく確実に操作できます。おすすめポイントその5、本体に搭載されている M ボタンを押せばスマホを操作しなくても音楽をランダムに再生できる Spotify タップや設定したイコライザーをボタン一つで変更できます。ヘッドホン本体で直感的に操作できるというのはとても嬉しいですね。スマホでいちいちこう取り出して曲選択してというのもないので、さっと曲を流したい時にはこちらの M ボタン非常におすすめですので、ぜひお試しください。音質としては特筆すべきはマーシャルブランドの特徴ともいえるロックギターの質感の再現性の高さです。低音域がグッと効いた迫力のあるサウンドに解像度のある中音域が乗ってきます。低音域が効いているためボーカルが少し後ろに下がっているように感じるんですけれども、イコライザーの設定で自分好みに変更できるので、お客様に合ったカスタマイズで好きな音楽を楽しめます。メジャー5は2024年9月27日時点で 22,980 円となっています。3万円下回ってきて2万5000円下回ってきて、だいぶお手頃価格といいますか手が出しやすくなりましたね。デザインもこだわり抜かれていて、サウンドクオリティもマーシャルサウンドなのでおすすめ度は非常に高いです。ぜひ店頭でお試しください。6機種目にご紹介するのは NTT グループである NTT ソノリティの開発する NUM の1というモデルです。なかなか特徴的な形をしていますね。おすすめポイントその1、デザインと装着感です。オーバーヘッド形状なのに耳を密閉しないので、ブレずに軽い側圧で圧迫感は一切なく快適に使用できます。さらに本体重量約 185g と軽量設計で、まさにつけていることを忘れる装着感の良さです。こちらながら聞きのヘッドホンですので、何か作業しながら聞きたいという時に 180g の軽量設計と蒸れずに軽い側圧で使えるのはとてもいいですよね。おすすめポイントその2、この見た目なので音漏れの心配が結構お客様あるんじゃないかなと思いますが、音漏れしにくい設計となっています。メーカー独自のパーソナライズドサウンドゾーン技術が採用されています。耳を塞がなくても周囲への音漏れを最小限に抑えることができますので、安心してご視聴できます。店頭で何度か試したんですけれども、スマートフォンのボリューム半分ぐらいしたところでちょっとシャカシャカいってるかなぐらいの聞こえ方なので、そこまでがっつり音楽が聞こえるということはなかったです。さすがにエレベーターとか電車内とかだと隣の人に聞こえてしまうかもしれませんが、ご自宅とかでながら聞き、テレワークとかするときとかに非常に便利だと思いますので、ぜひお試しください。おすすめポイントその3、周囲の音をカットし声だけを届ける NTT 東京技術マジックフォーカスボイスが採用されています。これにより雑音が多い環境下でもクリアな通話が可能となっています。最後に音質ですが、流れ聞きヘッドホンとは思えないサウンドクオリティでした。中低域用に 12mm のツイータードライバーと低域用に 35mm のウーファードライバーを搭載しており、低域から高域までクリアに再生できます。耳へのフィット感が良ければ良いほど性能を発揮できると私は認識していたんですけれども、耳を塞がずにここまでの音質再生を可能とするとはとても驚きました。 NUM1 は2024年9月27日時点で 39,600 円となっています。ぜひ店頭でご使用ください。7機種目はオーストリア発祥のオーディオブランドであるアーカーゲイの最新ワイヤレスヘッドホン N9 ハイブリッドになります。こちらですね。おすすめポイントその1、ドライバーに PU プラス LCP 素材を採用しています。 LCP は高強度高高度という特徴がありますが、これにより共振と歪みを減少させ、深みと迫力のある低音とクリアな中音域、高解像度な高域の伸びを再現しています。おすすめポイントその2、合計4つのマイクでクリアな通話を実現しました。音楽だけでなく普段使いでも便利な作りとなっています。おすすめポイントその3、なんと USB ドングルが付属します。ヘッドホンのこの部分を開けると USB のドングルが入っています。こちらですね。このドングルを使用することで iPhone15 でも 96kHz24bit に対応した高音質コーデック LC3 プラスで再生できます。前回ワイヤレスイヤホン8000でもご紹介した N5 ハイブリッドと同じようにドングルが付いているので、こちらもぜひお試しください。おすすめポイントその4、6つのマイクを使用した周囲に応じて調整するリアルタイム補正機能のハイブリッドノイズキャンセリング機能で自然な聞き心地となっています。
実際に使用してみるとノイキャンは確かに効いてはいるんですけれども、耳への圧迫感っていうのがとてもなかったので、とても使いやすかったですね。最後に音質ですが、付属のドングルを接続し、音源はストリーミングではなく 24bit96kHz のフラッグファイルで今回は使用しました。まず音のインパクトに驚きましたね。とてもエネルギッシュなサウンドで楽しめました。ワイヤレスでありながら高解像度かつ迫力のあるサウンドを楽しみたいという方には非常におすすめです。アーカーゲイ N9 ハイブリッド2024年9月27日時点で55,000円となっています。8機種目にご紹介するのはロックバンドリンとシュシグレのドラマーピエール中野さんが音質をチューニングしたヘッドホンでピットホン2です。こちらです。おすすめポイントその1、 40mm のダイナミックドライバーを採用しています。迫力満点のベースが楽しめるのでベース大好きな方にはとてもおすすめです。おすすめポイントその2、リンとシュシグレのボーカル&ギターである TKC によって撮られた本モデル専用の音声ガイダンスが採用されています。ペアリングする時もギターの音が鳴っているので他のワイヤレスヘッドとも全然違いますね。ここも楽しめたので、もう一つ一つがこだわり抜かれた製品であるなと感じました。おすすめポイントその3、対応コーデックはピットホン1が SBC、AAC、LDAC でしたが、本モデルは SBC、AAC、AptX、AptX HD にも対応しました。対応コーデックの幅が広がったのは嬉しいですね。最後に音質ですが、ピエール中野さん監修ということで迫力満点のベースとパキッとした固めのギターが特徴的な音質となっています。ロックを楽しく聴きたいピンとしてしぐれのファンの方は必見のモデルではないでしょうか。ピットホン2は2024年9月27日時点で 36,920円となっています。今回8機種おすすめのワイヤレスヘッドホンをご紹介しましたけれども、私が個人的にとてもおすすめしたいのはこちら、D&W の PX8 です。他のワイヤレスヘッドホンもかなりデザインにこだわられていますけれども、やはりこのシンプルなデザインがとてもいいですね。シンプルなんですけれども、軽さが特徴のアルミナイキャストのアーム構造だったりとか、低反発のこちらイヤークッション、あとはイヤーパッドとヘッドバンドの部分に滑らかな素材のナッパレザーが採用されているというところで、まず装着感がかなり良かったというのがまず一つ目と、次に二つ目なんですが、 USB DAC 機能搭載で 24bit48kHz まで対応しているというところもかなり個人的には嬉しかったです。あとは対応コーデックですね。 AptX Adaptive に対応しているヘッドホンがかなりありますけれども、デザインにもこだわり抜かれていて、さらに疲れにくい装着感、あとは音質、どれをとってもおすすめできるポイントがたくさんあるので、こちらが私の中では非常におすすめです。ぜひ店頭でお試しください。いかがでしたでしょうか。今回はおすすめのワイヤレスヘッドホンを8機種ご紹介しましたが、他にも紹介しきなかったモデルも店頭ではご視聴いただけます。この動画が良かったらいいねやコメントをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。